ハイクリックピッチが働くとこが、はい、飛ぶかどうかはちょっと分からなかったんですね。サイクルピッチってそれうまかですかうまなかですかって赤外線でその感知してそのスッていうなってますね、はい、あそのプロポーショナルですか、はい、すごい目の悪がってですねもう手も悪かし目も悪かし それはあのもう老眼でしょ、はい、老眼鏡かけんとですかちょっと痩せ我慢症とおはい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 。へえ。飛ぶかどうかわからん。ちょっと試してみましょうかね。ですね。7年の歳月を。だいたい考えつかんもんな。少数。もう手が震えてですね。外国年は取りたくないですね。外国におらせてですか。いやこれはおそらくこの。スペックじゃ世界最初これじゃあ今ギネスを見よるんですね商品化し中国なら商品化しとなかった売れてもクレームが来ると思うあどうかなうわーそんなそんなすごい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 二次移動ですねおあ全身ジャイロの爪とってるんですよね。こげん体育館いらん感じですこれも赤外線ですか？これも赤外線です。わだいぶ下手っとですね。赤外線とプロポで、はい、なんだかついてる。ピネット。ここまで手やっとじゃな落ちてるんですね。ここ着陸。ナイスとかね。お見事お見事。すげえ。背面飛行はできるんですか。このすごいね。考えもつかんことが出る。すごい。バッテリーが何年も前に手焼きながら下手ってますね。これバッテリーはどのくらい？1セル？あ、1セルの50ミリですか。50ミリ。またちょっとどなたか手箱、指箱置いてもらうとよかですか。その大きさをちょっと比較するのに。うわ。すごい。はあ。一応あのサイクリックがショルのがですね。はい、これ前後ですね。上のスタビライザーに乗ったわけです。すごい。恐ろしいな。どれがジャイロになるとですかこれ。世界最小らしいです。あ、これ。でギネスギネスもんですよね。このスペックでですね。ああ、恐ろしい。トイのなんかこのぐらいのやつもある。うん。ああ。作った本人ももう壊れたらもう修理しきらないですか。これでどこか見えないってやつでしょ。よう作ったなって思ってよう作ったなと思って